今回のリポーターは奥高生活ビジネス科3年浅川奈々が務めます。岡山香川中高生ニュース。岡山県瀬戸内市にある奥高校には2020年に生活ビジネス科が新設。奥高ならではの課題研究に毎年チャレンジしてるんですよ。今年度は瀬戸内市特産備前黒川かぼちゃを使ったハンバーガーやパウンドケーキなどなど、瀬戸内の魅力と私たちの知恵と工夫が詰まった商品開発です。テーマは瀬戸内市の魅力を全国に発信していこうじゃけど、なんでこのかぼちゃなん？かつては瀬戸内市牛窓町が一大産地だったけど、今は生産量が減っている備前黒川かぼちゃを知ってほしいと思ったからなんやな。11月にはなんとか商品化して販売できたけど、デイレー大変じゃったよな。何回も繰り返し試作して地域の方にも助けてもらって商品化できたな。いっぱい売れたみたいでよかったわ。うちら3月には卒業じゃけど、この経験を次に生かしていきたいよな。改めて瀬戸内市の魅力にたくさん気づけたけ、地域の人とのつながりを大切にして今後も地域に貢献していきたいわ。以上、奥高校生活ビジネス科販売チームでした。奥高パワー。